皆さんこんばんは、ちきりと申します。本日も夜回りやっていきたいなと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。夜の街、いなくなったポロとお姉ちゃんを探しに今宵もね、また夜の街に出かけていこうと思います。よろしくお願いします。で、一応なんですが、こちらの自室の自分の机でセーブをすることができます。私の実況の方では基本的に使うことないかなという機能ですがね。ではお外に行きましょう。今時珍しいですよね、なんかこんな引き戸のガラガラガラっていうタイプ。そしてせっかくね、先日スコップを入手したので掘っていきましょう。骨の形のガムを拾いました。そして不幸の手紙を入手しました。ちょっと見てみましょうか。お姉ちゃんとポロを探そうになってます。目的がマップはちょっと後で見るとして、骨の形のガム、骨の形をした犬用のおやつですね。ポロの大好物、持ってたら来てくれませんかね。そして不幸の手紙ですね。こんなん家に届くとか終わってんだろって感じですが、この手紙はポストに同じ手紙を出さないと呪われますって書いてあるだそうです。なのでお姉ちゃんとポロを探すついでにね、まずはポストに行けたらなと思います。ってことで行きましょう。よろしくお願いしますね。なんかこの手のチェーンメールじゃないですけど、あった、10円ゲットですね。なんかこの手のチェーンメール、チェーンレターですね、この場合で。今時あるんですかね。なんか昔は、一昔前はね、ガラケーでチェーンメールなんてのが流行りましたけど。そしてバクバクいってます。本日の第一お化けはあそこですね、あそこにいます。さあポストに呪いの手紙を出していきましょう。おっと、出せないね。不幸の手紙をポストに入れました。さあということでどうしましょうかね。ちょっとあっちは行くの好ましくなさそうなので、今日はね、西側、マップにおいての左側から攻めていけたらなと思います。おっと、犬ですね。ポロかな、白い犬ですしね。とか、あと追っかけてみましょう。そしてそこのアイテムが取りたいんですけど、動いてくれませんね、なかなか。よいしょ、10円ゲット。10円のために命を張っていくっていうね、なかなか終わってますが。さあということで、あのお尻をね、可愛い犬のお尻をかけていきましょう。いますね、道路を北上しておりますが。じゃあまずはお地蔵さんでね、セーブいたしまして行きましょう。実はですね、このゲーム、この幼女秘めたる力がありまして、お地蔵さんワープって言ってですね、通称地蔵ワープなんて言いますが、もうすでにお供え物でね、10円お供えしたお地蔵さんの前でお祈りすると他の地蔵まで飛べます。でこちら学校ですね、さっきのマップの左上にありました。あ、行っちゃいました。ポロ待ってます。案の定こうは開かない。どこか別に入れるところはないかな。ということで本日の目的が決まりましたね。あのポロをかけていきましょう。ポロかわからんけど、犬をかけていきましょうね。我々の目的はお姉ちゃんとポロを探すことですからね。この通り、これどうやって車を曲がるんですかね。カクッて曲がってます、ね、基本的にですね、あのめちゃくちゃ大通りお化けいっぱいいますので、ちょっとね、車も来るかもしれませんので、避けて通らせてもらいました。何かいそうですね。あ、いましたね。今スレスレのとこかわしましたが、こいつらね、足遅いんでそんなに怖がる必要ないです。私通称飴玉とか呼んでますけど。よいしょ、さあさあさあ行きましょう。でね、ここにもいます。やーやーい。ということで、このゲームですね、結構掲示板が役に立ったりします。しっかり読んでいきましょう。田んぼの北側にある峠で若い女性が行方不明になっています。お姉ちゃんかな、まあ、違うかね。あ、隅っこに落書きがある。学校のプールのそばのお地蔵さん、その近くにある背の低い木の下に抜け穴が隠れてるそうです。ここから入れそうですね。そしてですね、先ほど上がった田んぼと、ね、その上にある峠ですね、ここしれっとマップに乗っかってるんですよ。もしかしたら行くことになるかもしれませんね。さ、10円玉を備えして入っていきましょう。あ、木に隠れたフェンスに穴が開いている。ここから中に入れそう。さあ夜の学校侵入成功です。ね、
怖いですね。なんか出てきそうですけど、当たり前かのように。もう出てきてる。遅いな。さあ、プールに入る扉ですね。いや、入れんけど、鍵がかかってるみたいです。さあ、ということで、学校の内部に入りました。まずはね、さっき見かけたワンちゃんの場所まで行ってみましょう。ビニール袋だ。さあ、ということで、すごい低いタイムで我々の学校、夜のね、学校探索はスタートいたします。さあ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 。おっと、ランドセルですね。ちなみに、ここから先は進めないようになっていますので、ね、この下ですね、さっきワンちゃんを見かけたところまで行ってみましょう。さあさあ、ここは横プールですね。おお、ついてきてる。やいやい。おっと、心音センサーが働き始めました。怖いですね。さあ、また飴玉です。こいつ、遅いんですけど、ずいぶんしつこく追っかけてきます。のでね、気をつけましょう。で、ここにはいなさそうですね。掲示板。プールの鍵と、鶏小屋の鍵が紛失しています。なんということでしょう。ガバガバ管理じゃないですか。もしかしたら、我々が進む道なりに、落っこっているかもしれないので、ね、プールとか行くこと、おっと、二宮金次郎ですね、こちらね。ようようって感じです。ね、最近結構減っちゃいましたよね、置いてある学校もね。先ほど鳴ったチャイムの音ですが、あれ、あんな低くないですよ、本当のやつはね。けど、あれ、どこの鐘の音か知ってますか、皆さん。あれですね、イギリスのビッグベンの音らしいんですよ、実は実は。ね、学校って結構いろいろと、なんかそういう、なんでしょう。何？小ネタ？いっぱいあるんですよ。ぜひぜひ、機会があったら調べてみてくださいって言ったら、靴が落っこってますね。なんと、お姉ちゃんの靴みたいです。学校の中にいるんですかね。でも、どうしてこんなところにあるんでしょうか。逃げろ。 怖い怖い怖い。まさかのフォローじゃなくて、わけわからん人の顔ですかね。あれ、犬に出くわしてしまいました。そんな迷惑です。さあ、ということで、頑張って走って逃げ込みました。どうなんでしょうね。私の実況の方では結構珍しい場面になるのではないでしょうか。そういうふうに努力はしていきたいな。ほら、帰れ帰れ、しつこいよ。はい、ということで、ね、結構こんな感じにしつこいお化けもいます。トロじゃなかった。悲しい。あ、さては、あれですね。お姉ちゃんの靴置いてきちゃいましたね。悲しいな。取り行かないとじゃん。お姉ちゃんの靴忘れてきちゃった。かわいい。さあ、取りに戻りましょう。まあ、多分あいついるんですけど、行くしかないので行きましょう。で、ここからなんですが、結構難易度が一気に跳ね上がりますので、ミスって死んじゃったりしたらごめんなさい。さあ、来ましたね、やつが。待ってーって追っかけていきたいんですけど、その足一旦ストップということで、ちょっと掲示板読んでみましょう。この先、鶏小屋、左ゴミ捨て場、右プールですね。プールは我々が来たところです。ので、無防備でね、あいつに立ち向かっても勝ち目がありません。ので、何かね、使えそうなものを、そうですね、鶏小屋とプールの鍵が紛失しているということで、ちょっと探してみてもいいかもしれませんね。そして、また掲示板ですね。よいしょ。あ、待って、選べない。よいしょ。この先、ゴミ捨て場。ゴミ捨て場には物がたくさん置いてあります。危ないので、絶対に走らないようにしましょう、とのことです。絶対に走るなとか言われたらね、走りたくなっちゃうけど、ね、ここは一つ指示に従ってみるのも一つかもしれません。なんか、このね、体育館の扉って全国共通らしいですよ。これも小ネタです。そう。なんかね、すごい懐かしい感じがしますが。さあ、この先がゴミ捨て場ですかね。さあ、なんか出てきました。こいつら耳の塊みたいなもんだと私は思っております。足音に反応してね、近づいてくるので、全力で逃げましょう。ほら、追っかけてくる、追っかけてくる、追っかけてくる。ね、ここまでしか来ません。やいやい。さあ、ということで、ね、ちょっとアイテムの表示がすごい短かったので、見えにくかったかもしれないんですが、鶏小屋の鍵をゲットしました。ということは、鶏小屋に入れるわけですね。
後でちゃんと秀平さんに届けてあげましょう。いるか知らんけど。いや、いてもこんなお化けいっぱいだったら嫌だわ。さあ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 。実はですね、あのワンコ、校内徘徊してます。のでね、ちょっと再警戒で歩き回っていきましょう。さあ、お化け来ましたね。逃げて、踏んでいきましょう。ね、鶏小屋はここです。唯一の癒しポイントですね、今回の。よいしょ。さあ、入っていきましょう。鍵がかかってるみたい。鍵持ってるんです。鍵が開いた。開きましたね。やったぜ。わーいわーい、鶏だよ。癒しです。そしてね、なぜかここにプールの鍵が起こってます。ね、なんででしょうね。ということで、プールに行けそうですね。実はあのワンコ、ここから先にいるんで、ちょっと顔だけ見に行ってみましょうか。そうですね、ここ焼却炉なんですけども、近づこうとするとですね、撃退されますので、何かで気をそらせないかなということ で、 でお姉ちゃんの靴あそこにあるんですよ。実はそこにね、あれです、あれ見えるかな、あるんですけどね、どうにかしてほしいですね。あれ出れない、なんかびっくりマーク、あ、カスタネットだったっけな、確かですね、カスタネットをゲットしました。ね、ここら辺コレクションアイテムですので、まあ、私の実況の方では、目についたものは回収、それ以外はスルーでいきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで、またね、ここら辺にまたあいつがいるので、それをスルーしつつ、プールに向かっていきましょう。夜のプールってね、なんか水辺って怖いイメージありますよね。いやー、怖い怖い。わーお、ね、こんな感じで出てきますあいつ。そう、結構これランダム配置なんですよね。そう、一定の場所が決まってるんですけど、結構どかどか出てくるんで気をつけていきましょう。二宮金次郎ですね。すごい噛みますこいつ。おっと、また来た、やばい、ね、危ない危ない危ない、怖いんですよねあいつ本当に。あの足の速さがですね、いやもちろん犬だから仕方ないよ、そう、幼女先輩よりも全然早いんだよね。さあ、ということで、プールに着きました。入っていきましょう。プールに入る扉だ。ね。よいしょ。鶏が、鶏たちが取ったのかって、きちっと書いてありますね。さあ、ここで2択です。狭くてお化けが1匹の道か、広いけどいっぱい、おっと、デメキンですかね。再警戒で行きましょう。おっと、いましたね。逃げましょう。ね、ここ本当、難しいところなんですよね。おりゃおりゃおりゃ、いや怖い怖い怖い。こうプールね、あの人影が私は一番逃げるの苦手ですね。さあ、何かありますかね中にね。ってことで水抜いちゃいましょう。いたずらっ子です。絶対怒られるで済まないんですけど、ね、力いっぱいひねって水の音がジャーって流れてますね。さあ、水抜いちゃいました。怒られるのは知りません。さあ、走っていきましょう。排水溝だ、排水溝だ、出ますね。やばい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 、排水溝だ。あ、何かが排水溝に挟まってる。取ってみますか。取りましょう。え、濡れた骨を拾いました。これでどうにかあいつの気を紛らわせそうですね。ということで、またあの焼却炉に戻りましょう。でね、ちょっとここ難しいんですけど、チャレンジしてみようと思います。いました、逃げろー、ダメ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 、待って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 、2人いた、今2人いた。ダメだって、それは無理ので、ちょっと遠回りですが、一個こっちから戻っていこうと思いますね。あそこかっこよく抜けたかったなー。あ、後ろ見てる隙にね、この金魚たち実は襲ってこないんですよね。優しい子です。さあ逃げろ。ということで、なんとかプール脱出です。いやー、怖かった。さっさっさ、急いで戻りましょう。ね、地味に右後ろから、左後ろか、から追っかけてきてますけど。さっ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 さ。ね、ここで実はセーブがすごいしたいんですけど、私。残念ながらね、今10円玉がないんですよ。ね、よいしょ。でね、アイテム、一応石と魚の、なんだこれ、猫の餌ですね、があります。
まあ、後ほどもしかしたら使うかもしれません。ってことで、行きましょう。いざ決戦です。さあ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 、またね、こいつと仲良くさせてよけて。でね、こいつ結構体力ギリギリまで掴まないと逃げ切れないので、コツを掴まんと逃げにくい相手でもあったりします。ということで、はい、ニワトリニワトリ。さあ、じゃあ行きましょう。よいしょ、ここですね。何か置けそう。濡れた骨を置くんです。ほら、おいで、餌だぞ。来ましたね。お、持ってった。濡れた骨を取られた。いや、返さんくていいから。こっち行って。行きましたね。さあ、無事にお姉ちゃんの靴が取り返そうです。取り返せそうです。行っちゃったみたい。そんな寂しそうにすんなよ。やだよ、あいつ殺してくるもん。さあ、ということで、せっかくあるんで、ちょっと掘ってみましょうかね。上履きを拾いました。なんでしょうね、ちょっと気になりますが。さあ、これを靴を取って、お姉ちゃんの靴だ。お姉ちゃんの靴を拾った。でもお姉ちゃんいないんですよね。セーブしますか？ということで、お疲れ様でした。お姉ちゃんの靴。お靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日はこのお靴を履いて行っちゃった。今は片方しか履いてないのかな。お姉ちゃんどこに行ったか全然わからないけど、とにかく探さなきゃ。田んぼの方も探してみるかな。さあ、皆さん、次回は田んぼです。ということで、カスタネットとかね、実はこの部屋に収集されます。そんな小ネタも話しつつ、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。